選手獲得から試合采配までサッカークラブの全てを行うサカツクの新シリーズが任天堂 DS で登場。選手収集とタッチペンを使ったダイレクトな試合采配が特徴のサカツク DS タッチ&ダイレクト。この先取りムービーで最新情報をゲットしよう。今回はチーム編成と試合についてご紹介します。サカツク DS では最大99人の選手を保有可能。その中から毎回16名のベンチ入り選手を選んで試合に挑む。各選手には選手コストが設定されている。選手コストが高いほど総合的に優秀な選手だが、ベンチ入りメンバーのコスト合計には上限があるので、その範囲内で選手を選抜しなければならない。このコストの上限がチームコストだ。チームコストは大会を勝ち上がることや施設の増築をすることでアップさせることができる。チームコストを上げてより優秀な選手をどんどん試合で使おう。試合では 2.5 頭身の選手たちが大活躍。そして君の采配がダイレクトに反映される。試合前にはスタメンやシステムを決定。タッチペンで選手配置を動かしながらこだわりのシステムを作り上げよう。さらに試合中でもタッチペンを使って選手交代やフォーメーションの変更も思いのまま。カメラ視点も自由に選べるので、より臨場感のある戦いが楽しめる。各選手が選手スキルを習得していれば、さまざまなスキルを自動的に発動して試合をダイナミックに展開させてくれる。ただし選手がスキルを使用すると精神力を消費していく。精神力がゼロになると選手スキルは使えなくなってしまう。試合中気をつけなくてはならないのが選手の体力。体力が減ってくるとこんなにクタクタになってしまい、能力が十分に発揮できなくなる。選手交代を効果的に活用しよう。ドリブルやパスといった攻撃行動を成功させると徐々にボールが光り輝いてくる。これがチャージだ。チャージが続きよりボールが光ってくるほどゴールが決まりやすくなってくる。そして最も勝敗を左右するのがチームスキルの使い方。チームスキルとは試合展開を大きく変える指示で、戦術を変えたり選手スキルの発動率をアップしたりすることができる。チームスキルは相手チームも使用してくる。対戦相手が右サイドを強化した時にこちらは左サイドを強化するなど、この駆け引きが勝敗に大きな影響を与える。試合の流れを見ながら最適なタイミングでスキルをタッチペンでピッチにスライドさせて選手に指示を与えよう。ダイレクトな采配で試合中も大忙し。的確な指示で勝利へと導こう。次回はクラブ経営には欠かせない施設についてご紹介します。サカツク DS タッチ&ダイレクト、11月20日発売。